1年間に6万人の子どもが受動喫煙が原因で死亡しているということです。31日の世界禁煙デーを前に WHO は喫煙と受動喫煙などタバコによる死者が世界で年間800万人に上っていると発表しました。そのうち5歳未満の子ども6万人以上を含む100万人が受動喫煙が原因で死亡しているということです。WHO は健康のために世界中の政府はタバコ規制を優先するべきだがまだ十分ではないとしています。また電子タバコについてもタバコより安全だという証拠はないと警告しています。